介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。皆さんこんにちは。205回目のソングス&ドックスを迎えております。冬のロケーションシリーズということで、後ろは薪小屋というかね、薪の山積みになっている状態と、その向こうには雪景色が広がっています。真っ白でね、雪なのか何なのか分かりにくいぐらいかもしれませんが、非常に難しい立ち位置でね、実は今カメラの設定もうまくいかなくて、今足を思い切り広げて中腰というか低姿勢になってね、収まっている状態です。もう僕の前も後ろも横もとにかく雪でね、真っ白気でございます。寒いよとにかく。岩手行き、増えてる背景には、別の事情もあって、うちの犬とね、親戚筋というか親子の母と娘、うちが娘なんですけど、っていう関係が沿岸にね、親戚ができちゃいましてね、でしし げくこう通ったり来てもらったりしてお会いしてる仲なのですから、本当にそういう方たちの近くで歌う機会が得られたのが昨年の暮れということでございます。そしてお互いに、犬飼いですので、この歌が気に入ってますということでおっしゃっていただいたので、それが君の世界ならを、それはツアー中2回歌ったんだったかな、2回というか、普通ツアーって言ったら同じ曲を何箇所でもやるんでしょうけど、僕どうしても、違う曲をやりたくなっちゃって、なかなか同じ曲やんないんですけど、それが君の世界ならは、釜石でも宮古でもやったような気がしますが、宮古のカントリーズカフェさんのバージョンで行ってみようかな。それが君の世界ならです。まずお聴きください。それが君の世界なら、君と交わした決め事は、それが君の世界なら、恐る恐る君に触れたあの日のこと、不安そうに降り立って倉庫の街歩き始めて、いつか一番偉そうだったり、二人で誰かを待ってみたり、君の乾いた鼻先、君の不思議な匂い、君のうるさい寝息、そして君の短い君の世界なら、当たり前の決め事は、たとえそれ君の世界でも、僕はきっと守れそうにない。それが君の世界なら、無理やりベッドに抱き上げて、それが君の世界なら、湯たんぽ代わりに眠る冬の夜、やんちゃな君をくたびれさせようと、雨の河原いたずらにかけてみたり、
ないと君を抱いて帰る道のり、君の重たい頭、君の笑った顔も、君の怒った声も、そして君の短い君の世界なら、あの日の君との決め事は、たとえそれが君の世界でも、僕はきっと守れそうにない。それが君の世界なら、それが君の世界なら、それが君の世界なら、それが君の世界なら。ソングサンドドックスの、まあ、の中でもしっとり系でしょうかね、それが君の世界ならをお聞きいただきました。じゃあちょっと勢いのある曲いきたいなと思います。満月というね、これもプチビラージュの三権分立ライブで私が、行政立法司法の中で司法担当ってことでね、ひねくれちゃってね、司法なんて担当できないやってことで、満月という、君が金で買える女だったらどんなに気が楽だろうみたいな、何言っちゃってんの司法さんっていう感じですけど、若い頃からこういうの歌ってたんですね。本当にこれももう30年もののヴィンテージ曲でございますが、聞いてください。ダッキャントの2人でやったような感じです。今日はちょっとここからは勢いのある曲で行ってみたいと思います。寒いからね、ケーキつけていきたいなと思います。お聴きください。Bye.
はい、満月を聞いていただきました。本当にこれすごい量の薪が置いてありますけどね、大変ですねこんなに積むのね。まあだって普通の家庭で考えると買うか割るかしかないわけですけど、まあ僕は割る派なので基本的にまだ買ったことって1回しかなくてね、大変ですねっていうか積んだの俺なんですよ実は本当に大変でした。あんまり綺麗に積む人じゃないので、目いっぱい積んじゃって崩れそうに見えるけど崩れませんね。どこまで行ったの？満月まで行ったんですか？では釜石のアップ&ダウンで行きますかね。ボブさんっていう店主のお店ですけど、いや寒いよ本当に。お客様のことを歌った歌ですと常に言って歌っている曲ですが、アップ&ダウンデーさんはカウンターだけっていうんですかね、まあ、映像で見ていただければ分かるんですけど、まあ、ソファー席がちょっとだけあるのか、うん、なんか前はそのキッチンカーみたいなので仮設的にやってた、それはねなんとなく僕知らないながらもなんかあの辺にあったなキッチンカーみたいな記憶がちょっとだけあるんですよ。で今は店に入られてるんで、ちゃんとした物件の中でやってます。まあロックとかレゲエとか好きなんだろうなっていう感じの店で、やらせてもらいました。美しい人という曲で今週は締めたいと思います。では美しい人を聞いてください。どうもありがとうございました。本当寒いのであんまりろくに喋りもしませんですいません。ライブ番組っていうことで、はい、歌のシーンとあと犬のシーンなど見ていただければと、本当に家の中でロケしたい感じがしますが、はい、今日まだアウトドアですよね。はい、わかりました。では、はい、美しい人です。お聞きください。今週もありがとうございました。さよなら。